今日はですね、脳のその潜在的な能力の話についてお話をしてみたいと思います。もうこれはもういろんな本に書かれたり、友達博士の本にも書かれてますし、過去の動画でもいろんなところで言ってる、来てるところだと思うんですけど、改めてですね、脳の発揮している能力は、全体の 3% ぐらいじゃないかと。で、97% ぐらいは眠ってますよということですよね。それは潜在的な能力で、それを 1%、2% 開花するだけでとんでもないことができますよということですね。ですので、根拠のある自信を持つというのは、その過去実績ですよね。過去の実績で自分はこんなことできたんだから、当然未来もこんなことできるよねっていうのは、いわゆる根拠のある自信。根拠イコール、過去の実績ですから、ファクトですよね、事実。それは発揮されたところなんで、3%の方ですよね。ではなくて、我々未来志向に、このコーチング理論では未来志向になっているわけですから、未来に対して自分自身の働きかけを行う、そういった部分で言うと97%の方にフォーカスするのがこのコーチング理論だというふうに理解してもいいと思います。ということで言うと、97%能力眠っているという事実があるのであれば、それを根拠と言ってしまってもいいかもしれない。その言葉の定義上ですね、どういうふうに言うかは別にして、で、確信すればいいということですね。そういうふうにもう眠ってるってことを確信して、それを開花すればできるぞっていうふうに、心の底から自分ができるというふうに確信してしまえば、それがまさにエフィカシーですよね。他人の評価は全く関係ない。自分がそういうふうに考えて、少しでも開花すればとんでもないことができるぞって思えば、その瞬間に、開花が始まるっていうことですね。そのきっかけとなるのが、もちろん高いエフィカシーであり、現状の外側のゴールですよね。現状の外側に設定したゴールと、ゴールを本気になって追いかける。で、ゴールを達成している自分を強烈に臨場感高くイメージすることによって、現状の自分が居心地悪くなって、ゴールにどん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 向かい始めるということで、このコーチング理論の中ではもう散々説明してきていますけれども、もちろん理解されてるとは思うんですけれども、そこですよね。眠った能力を開花するきっかけがゴール設定ですよということで、97%もしくは98%なのか95%なのか、その数字は分かりませんけれども、いろいろ出てるとは思うんですけど、90%、少なくとも90%以上は眠ってると。その90%に我々フォーカスしてますよというのは、このコーチング理論。根拠なくていいってことですね。過去を見なくて未来を見るんですから、根拠全くなくていいですよ。本当にいろんなことができるんですよということを、まず信じることですね。確信すること。これはこの人は確信していい、この人は確信はなかなかできないねって、そういうことじゃないですね。全員がそういう状況であるということであれば、脳科学的にそういうことが言われているのであれば、それを科学的な検証データを、しっかりと踏まえて確信してしまえばいいということですね。自分の中に眠ってるぞと。これ1%でも2%でも開花するぞっていうふうにやって考えて、未来の自分、大活躍している未来の自分を強烈に確信する、イメージする、これがエフィカシーであり、ゴール設定の意味だというふうに考えてみてください。もうこれはですね、もう理論を違う角度で表現してるだけなのかもしれませんけれども、そういうふうに捉えられるかもしれませんけれども、ここをしっかりとですね、理解できてるかできてないかというところで、ゴール設定の意味合いもだいぶ違ってくる可能性もあると思うんですね。ぜひそこはあなたの中にたっぷり能力が眠ってますよ。それを1%でも2%でも開けばとんでもないことができますよということを、ぜひ改めてですね、確信していただき、で、無限の可能性ですよね。無限なのが、90何パーセントが無限というふうに言ってしまっていいのかどうかは別にして、でもどう考えても今まで3%ぐらいで生活してきて、今の自分があるとしたら、その倍の3%を開花して、さらに倍の3%、そしたら感覚的には無限に近いですよね。本当に無限の可能性があるというふうに信じていいと思います。これまでやってきたことがないことをどんどんできるようになる、できるようになる自分をどんどん想像しながら、ゴールを次々とこうクリアしていくことが、このコーチングを活用するとですね、実践するとできますよということを改めて確認していただきたいと思います。本当にあなたの中には、今日もうとんでもない能力が眠ってますよということは、もうこれは事実なので、ファクトですよね。ですので、ぜひそこを確信し、ぶっ飛んだゴールを設定し、未来自分のなりたい自分にどんどんなっていくという、今できなかったことがどんどんできるようになっている自分を強烈にイメージしながら、未来に働きかけを行っていただければと思います。もっともっとできます。
今もしかしていろんなこともできてますよという方ももっともっとできると思いますので、ぜひそこを確信してエフィカシー高く未来に働きかけ、そして未来のゴールに向かって進みましょう。今日は以上です。ありがとうございました。